マリモに朝布団かぶせてやったら、うん、まだ布団に入ってた。暑くないのかな、マルは暑がってるよ。今日朝ここでね、マリモって飲んで撮ったっちゃ。痛かったからだ。で、朝布団かぶせてやって、うん、お仕事をしだしたら、またこの状態やった。暑くない？どんな格好だね。あ、はい、ごめんごめん。いやーって言った今。ちょっとここはひんやりしつつですけどね。はい、次は。ちょっと待って、マリモ。ちょっと抱っこさせて。マリモ抱っこさせてよ。あーし、マリモちゃん抱っこするよ。よしよしよし。よし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 。最近さ、マリのことをずっと見よるもん。見よっすね。ね、はい。いるかな、今日は。警戒してるの。マリはおらん。おらんよ、マリ。ねえ、マリモちゃん、ねえ、なんの経過からねえ、なんやその格好、サイヤ人運ぶあの真ん中に入ってる時の格好や。最近ね、やたらここがね、うん、ですね、好きになってね、2階にもこんくなったもんね、なんなら、あ、欲しくなった、ここんなスペースにもしもんね、ここにずっといる、うん、多分やっぱ丸にさ、対抗意識燃やしてんじゃない、こっから先は俺のスペースだよみたいな。で、こうやって餌食おうかしたら、いつも丸があそこから餌を狙っていやー、そうね。Thank you.